よっしゃ、スクローリングアクションゲームを作ろう。聴覚よくするぞ。けど PC88 には制限があるんだよな。まずキャラクターにスプライトが使えない。各カラービットに5つずつ使えるフレームバッファーは3つ。3ビットを一度に対応することはできないし、そもそも同時にメモリに入ってない。弾丸にはテキストレイヤーが使えるな。一色だけだから3つの面を無視して滑らかにできるぞ。非常に難しい。Just put some porn in it, idiot.